はい、それでは今回はワークブック問い5の3について解説をしていきたいと思います。まずはですね、各自で問題を確認いただきまして、今回はですね、9人のグループがあって、3人は関東地方出身で、その他は関東地方以外の出身者でしたよというところで問題を解いていくんですけれども、まず1番ですね、 XI2 乗の期待値 E の XI の2乗を求めようということになっております。はい、まあ簡単にまとめるとこんな感じで、関東地方出身は3人いるんですけど、この関東地方出身っていうものの、まあ XI という値をですね、1としましょう。で、関東以外の人が6人いますが、それについては XI は0ですよねというふうで問題に定められております。ではですね、XI の2乗の期待値を求めに行きたいんですけれども、XI の2乗というのは